ったんだな。どうだ、ちゃんと休めたか？それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから。これはここの数少ない長所の一つです。そんなに卑鄙しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。この心境がまさか砂漠の中にあるなんてな。わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころかウリンにいるような気分だ。私はウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんなゆっくり休めたみたいね。さあ北の森へと出発しましょう。行ってらっしゃい。私の分まで頑張ってきてください。あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか？逃げちゃダメだイディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。学者？森の地脈でも研究してるのか？ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。兵器新速。
この世界も俺に答えているのか。旅の収穫だ。よっほっ。この世界も俺に答えているのか。やっと誰かが来てくれたみたい。待たせてごめん、メイモムさん。リディアさんも連れてきたよ。ありがとう、コレイさん。もう、リディアったら久しぶりね。本当に来てくれるだなんて思わなかった。あなたのことだから、てっきり誰にも見つからない場所で、一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。でも、こんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。わかりましたよ、泣きます。今ここで泣いてやりますからね。え、そんな。はいはい、私が悪かったわ。それでこちらのお二人は？こんにちは、オイラはパイモンだぞ。みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。あ、私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ、挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。私が一緒に作ってあげたんですよ。お祭りやこういうフェアにはやっぱり綺麗な巨大テントがないと。オイラの予想通りだったぞ。イディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。あれ、どうかしたの、コレイ。
ごめん。こんなこと言っていいのか。ちょっと、興ざめになっちゃうかも。平気よ。思いついたことをそのまま言って。ここって、いろんな屋台が並んでるみたいだけど、店主もいなければ、遊んでくれる人もいないのが、なんか、寂しそうだなって。何を隠そう。ここは本来、賑やかなところだったはずなの。それが数日前に、何が起こったかは知らないけど、心境全体が。まるで、天と地がひっくり返った、みたいになった？そうなのよ。ホイールにある全てのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。え？消灯って。そう。誰かさんが、お祭りには綺麗な照明がないと、なんて言いながら作った、あの消灯のこと。消灯が落ちた後、テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系元霊も閉じ込められてしまったの。そんな打つ手なしって時に、ローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださって。待って。自ら手を挙げたって？ええ。あの人は私の警告など一切構わず、毅然とした態度でテントに入っていったの。それから。それから？どうもこうもないわよ。彼は私の水系元霊のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。そんな、メイモムさん、放っておくわけにはいかないよ。わかってるわ。でも中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。どうか心の準備をしっかりしておいてね。ここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。みんな揃ってることだし、現場を見て判断しましょう。はぁ、ついてきて。テントの中はもともと巨大な舞台だったんだけど、心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。ここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって、修復作業をかなり邪魔してるの。通路が歩きづらくなってるってことか？主な原因は照明よ。皆さんは舞台に上がった経験は終わり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。私はちょっとあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと気分まできつくなるんだ。私もです。喋ることすら苦手なのにそんな大勢の人に見られるなんて、考えるだけでゾッとします。やっぱりまだ吹っ切ることができないのね。うん。笑わないでほしいんだけど、頑張って直そうとはしてるけど、やっぱり克服できないことがあってさ。人が多いこととか睨まれることとか。笑うようなことじゃないわ。それに知ってる？他人の視線が気になることだって別に悪いことじゃないのよ。少なくとも私はそう思ってるわ。だって自分に厳しい人ほど他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょ。君はいろんな方面の資質があるわ。もし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら、今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよ。いやいや、そんなの絶対にありえないから。
私にも無理。本当に共感できるよ。じゃあ時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしら。いつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわ。その時が来たら外界の光に怯える必要なんてないほど輝けるはずよ。エウルアってこうやって話をしてる時ですらすでに輝いてるよな。本当にいいのか。実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？うん、君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？いやいや、わかった、学ばせてもらうよ。よし、私からの警告は必要ないみたいね。とにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず。なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは消灯を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。どうやら色レンズを差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。へい、やっ、わめきなさい。はっ、へい、はっ、砕け散れ。このレンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。メイモム、お前もしかしてセナの知り合いか？そんな人知らないけど、どうしたの？なんでもない。二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ。本題に戻るわよ。早速開かれた通路に行きましょう。誰か、誰かいないか、助けてくれ。レッシグローレンス？何者だ。この私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼だ。こんなに弱ってるくせによくそんな口が叩けるよな。確かにローレンス家のものね。こんな状況になってもなお無意味な礼儀作法を気にするなんて。どうして君が、はっ、この私を嘲笑いに来たのか、エウルア。そんなこと少し考えたらわかるでしょ。わざわざ私を挑発する必要なんてある？もちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならぬ。そうでしょ？そうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。エウルア、きっと本心じゃない。
喋り方が硬いし、こっそりとお前の反応を伺ってる感じもするんだ。治癒士として私はこの人には助けが必要だと思う。分かったわ。うん。長い時間閉じ込められてる間にもう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね。本当に笑えるわ。みんな行くわよ。このどこまでも対面にこだわるものに舞台を譲ってあげましょう。待て、待ってくれ、止まれ。本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ。私たちは同じ血族の仲間なんだぞ。必要な時に私を助けることは君の意向に何の傷もつけやしない。そして私の無様な姿も君の技巧によって人の目から隠せるだろう。これは一族の異名と尊厳を守るための行いだ。それは君が考えた一番いい言い訳なのかしら。一族というレッテルでなら私を説得できるとでも。自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために私たち一行はここまで駆けつけたの。私は老齢式のやつってみんなこうなのか。対面が命よりも大事だなんて。はいはい、そろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。エウルア・ローレンスさんにレシグ・ローレンスさん、ほらこれ一人一つずつね。なんだこれ、キャンディ？はあ、ありがとう。あ、この匂い色レンズと一緒だ。そうそう、甘いキャンディを食べると気分も良くなりますよ。ありがとうマスコットさん、だいぶ良くなったよ。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。これで二人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。言っておくけど、この人の安否なんて気にしてないから、勝手なことを言わないでちょうだい。強情って点ではエウルアもいい勝負だな。オイラもそう思うぞ。そんなに勝手を言いたいなら、せめてキャンディーをもう一つちょうだい。え、ああ、もちろんいいですよ。キャンディーならまだまだあるので。すまなかった、私が悪かった。皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。お最初からそう言えばよかったのに。ただいま。あれ、みんな話はもう終わったの？どうして揃って私をじっと見てるの？いやいや、気にするなって。じゃあ早速片付けて消灯の修復作業を続けましょう。あ、レッシグさんは体調が良くなかったら無理しないでね。休める場所を探してあげますよ。ちょうど私も疲れたし。ええ、うちのいとこのことは君に任せるわ、イディアさん。レッシグ、けじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだい。引き続き足場を上昇させられる方法がないか探さないと。照明みたいなギミックを探してみないといけないかも。変だわ、あの人は本当に私の知ってるレシグなのかしら。昔の認識に頼るだけでは正しい判断はできないのよ。人は変わる、そして人はいずれにしたって選択できるものなの。
そこに雫ちゃんが。水系剣霊のことね。まさか幕の中に閉じ込められてしまうなんて。無事みたいで何よりだわ。不思議なテントだから、中は見た目より広かったなんていうのは物語によくあるパターンでしょ。安心して、もうすぐテントのてっぺんよ。最後は小灯をテントの最上部から外へ上昇させること。崩れたから気づいたけど、半分の高さまで上がってきてみると、この足場ってグランドバザールの舞台にすごく似てるわね。みんなグランドバザールには行ったことある？ないわ。ティナリ師匠と一緒に何回か。いろんな商人たちがいて、すっごく賑やかなんだ。運がいい時はニーローの舞台も見れるしな。ふん、スメールのダンスね。話を聞いていたら私も見たくなってきちゃったわ。帰る時にそこを通れるといいんだけど。通れなくても大丈夫。エールアが見たいなら
今度私が連れて行くよ。いいわね。じゃあ約束よ。そうだな、オイラたち何回も言ったよな。もう数えきれないくらいだぜ。そうなのね。私の父さんは昔グランドバザールでお祭りの準備係をやってたから、お祭りが開催されるたびにキャンディーをもらえたわ。子供って単純よね。キャンディーが食べられるだけで楽しかったの。それでお祭りやフェアってすごくいいものなんだって思うようになって、同時に父さんのことをすごいなって思ったの。大人になったら絶対父さんみたいな人になりたいってね。でもメイモムさんって教令院の学者なんだよな。私が知ってる限り学者って休み時間も費やしていつも研究課題と戦ってるから、メイモムさんはもしかしてお祭りの手伝いをする時間がなかったとか。ええ、お見通しね。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の二択から私は後者を選んだ。でも楽しくなんかなかったの。エウルアの状況とは真逆なんだな。今はもう気づいているのよね。だからこそここにこんな屋台を用意してお祭りの雰囲気を作り出した。そう。それでも私は思うように楽しめなかった。私気づいたの。お祭りに参加することとお祭りを開催することとは違うって。子供の頃は何も考えずに楽しめたけど、代わりにその裏では家族が大きな苦労をしてたんだわ。父さんはお祭りを準備するのがどれほど複雑で大変なことかをよく知ってたからこそ、私に学術の道を歩んでほしかったのね。はぁ、結局のところ私はどっちもうまくできなかった。投げやりになって砂漠で地脈の調査をしていたら、うっかりここに落ちてしまったの。せっかく願いを叶えるチャンスを手に入れたのに、成果が破壊されるのを見て立ち直る勇気を失っちゃった。メイモムさんは自分で言うほどダメな人なんかじゃないと思うよ。あまり気を落とさないでくれ。だって変わろうとする勇気を持ってるし、今までずっと私たちを積極的に導いてくれたじゃないか。どれも本当に投げやりだったら絶対にできないことだと思う。これ自分の状況ならよくわかってるわ。わざわざ私を慰めてくれなくても。慰めるってほどじゃないよ。ただ行動は言葉より本心を映し出しているってこと、本人は時々意識できないものなんだ。この理屈もエウルアから学んだんだ。ふーん、何が言いたいのかしら。いやいや、やっぱり早くショートを直そう。ええ。この色レンズは光に溶けやすい材料で作られてるのよ。なんだか甘い匂いがするような。
よし、これでいけるはず。レッシグさんならほぼ回復したので安心してください。こんな私でも他人の面倒を見ることができるなんて悪くないですね。また自分の長所を一つ見つけることができました。これって心配すべきなのかほっとすべきなのか。巨大な、待て、さっきの影が。どうやら完全回復するまでにはもうちょっとかかりそうですね。そっちはどうでした？順調でしたか？もちろん、旅人とパイモン、コレイさん、そしてエウルアさん、全員合わせたらあなたの約40倍くらいは頼りになるってところかな。なんだ、たったの40倍ですか。私って結構やりますね。自分の方が劣ってるってことさえ受け入れれば腐敗の立場に立ったも同然ってことか。恐ろしい根性ね。まるで切っても切っても切れることはない川の水みたいだわ。あれ、どういうことだ。私はなぜテントの外にいるんだ。そうだ、エウルアに会って、それから頭が。これは治療がもたらす副作用の一部といったところですね。レシグさん、意識ははっきりしてますか？まだ少しめまいがするが。レッシグ・ローレンス。うん、エウルア。はいはい、わかったよ。おとなしく君と一緒にモンドに帰る。それに、過激な手段をとってもローレンス家を再興するなんてもう考えないと約束する。おかしいわね、いつの間にこれほど物分かりのいい人間になったの。さて、そういうことなら白状すべきことは増えたってことよ。違う？私は最初は確かにローレンス家再興のためにここを訪れた。それについては認めるよ。だがここまで来るのに長い時間がかかった。道に迷うことまであったよ。リーウェとスメールを旅する間に財布をなくして野外で暮らす時期さえ。あの奇妙な感覚が君にはわかるか。私は気づいたんだ。そこでは誰も私を知らないし、ローレンスを気にする人もいないんだってことに。君も私も枷に縛られて育ったガラスの駒だ。貴族らしい振る舞いを心がけるよう教えられたにもかかわらず、一族の外ではこれのせいでモンド人からないがしろにされる。忌み嫌われ憎まれること、そして教育への固執、この全てが一丸となってさらに一族を古い貴族の礼儀作法にこだわらせた。プライドを維持するために。それは長い綱引きのようなものだった。だが何の意味もないことを君は分かっているはずだ。というより君はとっくに知っていたんだな。だが私はこれに気づき始めたばかりなんだ。レッシグの言ってること
なんとなくわかるような気がするぜ。そうね、どれも事実だわ。君が考えを改めたことを君の家族はまだ知らないみたいね。ああ、どれもつい最近のことだからな。ここに来てから分かったんだ。私が本当に欲しているのは、誰もが私を恐れるモンドなんかじゃないって。私も、それにローレンス家の多くの者も、ただ他人と平和に暮らせる環境が欲しいだけだ。レッシグ、君も私も、いわゆるローレンス家の栄光なんかには関係ないわ。栄誉なんて遠い過去のもので、私たちはただの一般人よ。ここのことを処理したら帰るつもりだったんだが、まさか君がやってくるとはな。手間をかけさせてすまなかった。ほらね、人はどのみち選択することができるのよ。レッシグさんは結局、自分がなりたい人間の方を選んだみたいね。そう言ってもらってもすまない。私はまだ自分だけの人生の目標を見つけていないんだ。気にしなくていいわ。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の違いを見分けられただけでも十分大きな一歩よ。いかに真の幸せを探すかというのは、もしかするとどんなことよりも難しい研究課題なのかもね。レッシグ、提案があるわ。帰ったら先ほど君が言った内容を両親にも言ってみてはどうかしら。はっ、そんなことをしても厳しくどやされるだけさ。君の方は家族に自分の本当の考えを言ったことあるのか。私も考えていたところなの。場を設けて全員と話してみるのもいいかもしれないって。ローレンス家はこの舞台のようにかつては輝かしいものだった。でも過去の演劇はもう幕を閉じたんだから、そろそろ舞台を更新する時なのよ。エウルアってこういう人だからこそ、どんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけど、それでいて透き通ってるんだ、氷みたいに。お話は終わりですか？そうみたいね。じゃ、これをあなたたちにあげるわ。さっき衰弱しきってたレッシグさんの近くで見つけたの。あ、これ！ここに落ちてしまったパーツですよ！そんな早い段階で見つけてたのに、どうして今頃になって私に？あなただって聞いてこなかったでしょ？まあ、認めるわ。私が忘れちゃってたもん。ふーん。じゃあこのパーツも一緒に旅人に保管してもらうとしましょう。あれ？これって、なんだか見覚えがあるな。どこかで見なかったっけ？前のお祭りの時、私も一箱買ったんだ。そう。お祭りではよくキャンディーを入れるために使われるわね。これもテントを作った時の素材なのよ。テントが治った今、これも特殊な意味を持たなくなったってわけ。大人になってキャンディー箱のキャンディーを食べても、子供の頃のようには美味しく感じられなくなったわ。でもよくよく考えてみると、大人になってから食べ物の選択肢もいろいろ増えてるのよね。おう、だから結局キャンディーも人生と一緒で選択の一種ってことだな。これでパーツを三つも集められましたよ。あとは最後の一つです。でもテントを修復するために皆さんの時間をこれほど使ってしまうなんて、本当にすみません。ここはやっぱりひとまず戻って休んでからにしましょうか。私が案内しますんで。
あなたたちだったのですね。北の森での冒険は順調でしたか？万事順調だぜ。お前は今日は何やってたんだよ。そうですね、そろそろ打ち明けてもいいでしょう。渡墨島の荒人神の巫女として、私は本来ならばこんな時にここに現れるべきではなかったのです。実は渡墨島では遥か昔にとある古代の祭器をなくしたことがありました。その名も神楼玉壕。近頃それと対になっている宝珠が突如としてある方向へと導くような光を発し始めるようになって、私もようやく神楼玉壕の行方が分かったのです。視野を広げるためというのも嘘ではありません。五郎からもよく助言されていましたから。家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないと。それでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのです。渡墨島を出てスメールにたどり着くまでにたくさんの景色を堪能しました。スメールというのは本当に興味深い国ですね。ウリンには何日もとどまってしまいました。でもまさか祭器が砂漠地帯にあるとは思わなかったのです。ここに何かを感じてはいたのですが、正確な位置はなかなか特定できませんでした。イディアさんがわざと私たちに隠しているということはないでしょうが、この心境に他の秘密が隠されていることはあなたもきっと感じ取れているのでしょう。そのことだったら今日もオイラたちいろんなことに遭遇したんだぞ。なるほど、レッシグさんに会えたのですね。彼は心境に関する手がかりを持っていそうでしたか？おそらく彼は自分の心境にとらわれ周りに気を配っていなかったのでしょうね。実は天と地がひっくり返った時より以前、心境は今のような様子ではなかったのです。旅人、あ、ごめん、ココミさんとの会話を邪魔しちゃった。大丈夫ですよ。お二人も今日はさぞ疲れたでしょう。一緒にお茶でもいかがですか？もちろんだ。実はさっき私とエウルアでお菓子を作ってきたんだ。イディアのところにオーブンとかまどがあるなんて、まったく、もっと早く教えてくれればよかったのに。ってことはムーンパイを食べれるってことか？私が作るのは荒波パイというのよ。旅人、お一つどうかしら？ピタもあるよ。ココミさんもどうぞ。お茶菓子としても悪くないと思う。ああ、間違えた。軍師さんだった。じゃあ、遠慮なくいただきますね。そういえば、エウルア、お前の親戚はどうしてるんだよ。彼ね、想像もつかないかもしれないけれど、オーブンのところで頑張ってるわ。Mmm.